皆さんこんにちは、仮面ライダーアギト津上翔一役の柏俊樹です。本日2021年1月28日は仮面ライダーアギト放送開始20周年記念日です。20年間アギトを愛してくださった皆様、本当にありがとうございます。その20周年を記念して、アギトの変身ベルトオルタリングがついに大人のための変身ベルトコンプリートセレクションモディフィケーションとして発売が決定しました。やっ、おめでとうございます。そして本日はいち早くその試作品を見ることができるということで、バンダイさんにやってまいりました。それがこちらです。見たいですよね。僕も早く見たいです。いいですか、いきますよ。ドーン、じゃじゃん、すごい来ましたね。見てください、このまずね、サイズ感が全然違う。もうね、撮影の時に使ってたベルトと本当に一緒。いいですね。僕ね、今日自前の自分で持ってるあの時のデラックスね、持ってきたんですよ。これ並べてみましょうよ。見てくださいよ、このサイズ。もう歴然ですよね。全然違いますよね。やっとですか。やっとですよね。いや、待ってたんですよ、ベルト出るのが。ずっと待っていて、よかったです。このちょうどね、アギト20周年というこの記念すべき年にこのベルトがやっと発売されるということで、本当にありがたく思います。でね、これ持つと分かるんですけど、重さが全然違うんですよ。これがもう本当に、もうこのデラックスの良さもあるんだけど、デラックスの時とは違うこのシステムならではですよね。でもこのね、作り、このなんだろうな、質感とか、あともう触った感じが本当にもうなんだろうな、撮影してる時と同じ感じだから、なんかその時に戻ったような感じですね。まあ、そういう気持ちになります。一緒ですよ。もう後ろのね、このベルトのね、この後ろのこの部分が、この部分がやっとこうなってくれたって感じですよ。こうでしたからね。でね、負けないんですよね、このサイズだとね。大人はね、さすがに入らない。やっと負けるんですよ、これで大人が。最高じゃないですか。本当にありがとうございます。本当に満足がいく。これいいですか、これで変身しちゃって。さあ、ベルト入ってみました。実はですね、ここにセンサーがついてるんですね。で、ここにセンサーがついてるので、変身ポーズをすると、実はこのセンサーが反応して音が出るみたいなんです。やってみましょう。お、出ました。お、ふうふう、二回気温が出てますね。変身、すごい、すごい臨場感。これもあの撮影でやってた変身と本当全く一緒だから、放送してたのと一緒ですよね、これね。すごいっすね。いやー、素晴らしい出来だ。で、実はですね、こっちのモーション、ここだけじゃなくて、実はこっちにもあるんです。これは、バーニングホームの変身ポーズに反応するセンサーということです。で、今回の撮影、このタイミングにはですね、ここにカバーがあるんですけども、それがまだ、今回はない状態ということですけども、その変身ポーズにどう反応するかっていうのを紹介したいと思いますので、変身します。こうなってるんですね。で、ここから変身をすればバーニングになるわけです。すごいですね、この出来は素晴らしいと思います。これで、多分津上翔一が変身してた
変身と同じ変身ができるわけですね。皆さんぜひ変身を楽しんでください。コンプリートセレクションモディフィケーションオルタリング、1月28日予約受付開始。仮面ライダーアギト20周年を迎えて、やっとです。お待たせしました。ベルトが発売することになりました。本当に、私も嬉しく思いますし、待ってました。皆さんも待ってたと思います。そして、今回のこの発売をするにあたってですね、音声収録も新たにしましたので、そちらもお楽しみください。仮面ライダーアギト20周年を迎え、本当に、皆さん愛してくださりありがとうございました。で、ここからまだ30周年40周年多分あると思います。これからもアギトを本当に皆さん応援してください。よろしくお願いします。